いよいよ終盤戦となります初日の競争、再びシニアとヤング、星は5分ずつという展開になってきました。水面上は第11レースの記者選抜戦が始まります。終盤戦になりまして、やや追い風となりつつあります水面コンディションです。対戦メンバー1号艇佐賀渡辺慎太郎、2号艇静岡野永瀬正隆、3号艇群馬吉田実、4号艇香川志摩義信、5号艇岡山白賀優、6号艇大阪藤山正弘、以上6名の対戦です。コース争いはここも動きはありません。1コースに1番の渡辺が入ります。ここは人気の軸となりました休み残して1本持ちでどこまでスタート踏み込んでいけるでしょうか。2コース2番の永瀬は前半イン生かせませんでした。前半戦は先頭争い2枠の競り合いで敗れました3番の吉田。4コース角1、4番の島、そして5コース5番の白がともに初戦大敗から巻き返しなるかというところ。6コース6番の藤山はここは連勝をかけての登場になります。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。やや覗いたスタート、4コース4番の島ですが内側確定も伸び返します。インから先前1番の渡辺、3番の吉田がまくってくも届きません。真ん中ついていった6番の藤山、まくり雑誌と展開も2番手バレというところで、ここは1番の渡辺が逃げます。すぐ後ろ一定審査6番の藤山、さらにすぐ後ろにも4番の島、あるいは内から5番の白がスタートは前提正常でした。逃げて1番の渡辺先頭、2枠の旋回、さあ2番手殺到する。内から競りかけたのは3番吉田でしたが6番の藤山振り切る。その後ろは外を回って4番の島、さらには内をついて5番の白が、さらには2番の永瀬追い上げてきています。2番手ラスイン、まだここは6番の藤山2手進ほどリード。2周1マークの旋回、内から競りかける2番の野永瀬ですが4番の島外を回ってかわしての3番手、それでも2番の野永瀬内をついて差を詰めています。3、4番手ほとんど差がなくなってきました。インコース並びかけた2番の野永瀬、3番手ラスインに持ち込んでこれから2周2マーク。1番渡辺先頭、2番手6番の藤山、3番手外からスピードをつけて4番の島、ここはかわしています。若干ひなみにはまった2番の野永瀬、まだインコースから食らいつきますがアウトコース4番の島、時計前では1点進ほどリード。最終周回もう1回内から伸びてきました2番の永瀬、3番手もつれていまして2番の永瀬、ここも外から4番の島、ここは完全にかわしました。3番手争い、ここで突き放した4番の島、最後のバックトレッチでは2番の永瀬とはその差が3手進と開きました。これから最終ターン幕の旋回、先頭で1番の渡辺は独走、2番手が6番の藤山、そして4番の島、3番手抜け出して3連単164の組み合わせは 53.9 倍、先頭1番渡辺合輪、6番藤山合輪、4番島合輪、2番の永瀬合輪、3番吉田合輪、5番白髪合輪。